自動車税を安くする方法は、滞納したら免停、これから起きる大改正などです。お送りする内容は、自動車税の超基本、滞納したら免停、給与差し押さえ、自動車税を安くする方法、これから起こる大改正などについてお話ししてまいります。というわけで、自動車税を安くする方法をお話しする前に、簡単に自動車税についておさらいさせてください。 いわゆる自動車に関連する税金というのは、いろんな場面で取られることになります。まずは、買った、取得した段階。そして、保有している段階。で、利用。 これは車検に出す旅っていう感じですね。で、走行する旅にも取られます。具体的に言いますと、取得する段階では自動車税環境性能割というのが取られます。これは昔自動車取得税と言われていたやつなんですけども、その名の通り取得した時に、その自動車の通常の取得価格かける税率で税金を払います。 その車の燃費基準によって非課税のものから3%までという感じなんですが、電気自動車とかプラグインハイブリッドですと非課税、そしてガソリン自動車の自家用車ですと1%とか2%ということですね。仮に200万円の車で2%だったら4万円払うということですね。で、こちらはですね、新車とか中古車問いません。で、この環境性の割、この割って意味はね、税金用語でよく出てくる みんなで分割して割って払いましょうって意味なんで、あんまり割引の意味じゃないんで、そこは気をつけていただきたいんですが、電気自動車とか、燃費がいいやつを選べば選ぶほど税金は安くなるということになります。続きまして、車の保有にかかる税金が自動車税、種別割です。これ昔はね、自動車税とだけしか言われなかったんですが、今は種別割っていう名前で、年に1回5月末に納税するのがこの種別割です。 で、この種別割、大きく分けると、自動車税と軽自動車税に分かれます。自動車税は、皆様がお住まいの都道府県に払うことになりますから、各都道府県から、納税通知書も届くことになります。こういうのが納税通知書なんですけども、詳しくはまた後ほどお話しします。一方、軽自動車税の方は、その名の通り、軽自動車や、オートバイ、原付に対してかかる税金です。で、こちらは、 皆様がお住まいの市区町村に納める税金になります。ですから、納税通知書も市区町村から届きます。だから、たまにですね、自動車の税金届かない市区町村に電話しようとか、オートバイの税金のことがわからない都道府県に電話しようってなると、話が噛み合わなくなりますからご注意ください。 で、この二つですね、税金に大きな違いがあります。それは、自動車税の方は、その車の排気量に応じた税金になります。具体的に言うとこんな感じですね。一番右側のやつの、令和元年9月30日以前に初回新規登録した車だと、電気自動車だったら、年に1回29,500円ですが、1リットル超1.5リットル以下だったら34,500円。これが6リットル超だったら、 11万1000円毎年払うことになります。だからこちらは税金安くしようと思ったら、より排気量が少ないやつ、もしくは電気自動車の方が有利ということになります。かたやですね、軽自動車税の方は、もう軽は基本一律1万800円ですよとか、オートバイは一律6000円です。といったようにですね、ざっくりではあるんですけど、排気量に関係なく税額が決まっています。 続きまして、利用、つまり、車検に通すたびにかかるのが、自動車重量税です。で、この自動車重量税は、その名の通り、自動車の重さに応じてかかる税金なんですが、最近はですね、エコカー減税を考えないと、この税金計算ができません。 例えばですね、こういう表のように、燃費基準を達成したら免税とか、50%軽減、25%軽減、みたいなものがたくさんあります。結果ですね、こちら自動車重量税の税額表なんですけども、3年分の自家用車の場合ですね、エコカーの中には免税のものもありますし、1トン以下でエコカーで50%減だったら7500円、エコカーの本則税率だったら15000円で、エコカーから外れてしまったら、 軽減ががないいいから24,600円という,ふうにエコカーめめちゃめちゃゃ優遇されていますこれはあくまでも一例ですからね。で、一番下の走行ですね。走るごとにかかる税金。気発油税、軽油取引税といった、いわゆるガソリン税ですね。で、このガソリン税がかかってさらに消費税がかかるという二重課税になっています。なので、自動車を持っていると非常にたくさんの税金が細々と山積みになってかかっていくという仕組みになっています。 というわけで、いろんな税金がある自動車税なんですけども、特にですね、大事なのが、毎年5月末までに払う自動車税種別割です。で、もしこの自動車税種別割、滞納しちゃったらどうなるのでしょうかで、もちろんですね、期限が遅れたら、まだ未納ですよ、というふうに特促状が届きます。で、そのタイミングで払えば、延滞金だけで済みます。で、種別割の税金って言うてもね、 3万とか5万なので延帯もねなかなかそんなにつかないんですよ延帯金が1000円超えないと発生しないっていうルールがあるのでだいたい4ヶ月から6ヶ月ぐらい滞納しても実は延帯ってつかないんですねただ延帯金よりも怖いことがこの種別割にはあるんですそれは何かと言いますと種別割を払っていないと 車検に出せないんですね。車検を受ける前提がこの種別割の納税ということになってます。昔はね、納税証明書が必要とかあったんですけど、今はですね、都道府県の方でちゃんと連携されてますんで、都道府県のデータベースに納税の記録がなかったら受けれないということになってます。で、さらにですね、中古車屋さんに売る時も、この納税は必須になってます。 だから、滞納していると、車検に出せないし、売れない。で、一番厄介なのが、車検が切れたまんま、じゃあ運転したらどうなるのというと、 これは罰がめちゃめちゃ重いんです。30日の免定、プラス違反点数が6点。さらに6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金ということで、3万円を払えなかったばっかりに免定になってしまった、みたいな方も世の中には結構いらっしゃるみたいなんですね。で、この車検関係なかったとしてもですね、例えば滞納しました、役所に行きました、そうするとですね、お金がない場合は、じゃあせめて月に1万円ずつ払ってくださいとか、まあそういう感じになるんですよ。で、さらに、 でも、対応した場合、もしくは、最初からずっと、督促状が来ても、なんか、よくわかんないから、見ないですってよ、とか、なんか、赤い、驚、驚しい封筒が来たから、怖いからもう開けないとか、そういうことやってると、本当に、皆様にお住まいの都道府県が、給与の差し押さえとか、銀行口座の差し押さえ、平気でやってきます。仮に3万円だったとしても、差し押さえはやってきます。特に、給与の差し押さえとかは、会社にも、 あ、こいつ、滞納してるとかがバレてしまいますので、税金の滞納、税金の差し押さえだけは、なるだけ避けた方がいいと思います。信用問題に関わりますからね。 それではお待たせいたしました。毎年5月末までで払う自動車税を安くする方法です。ただ先に申し上げておきますと、そんなに劇的に安くなるっていう税金ではございません。まず一つ目はですね、納税通知書の確認です。この納税通知書に納税額が書かれています。で、この金額がですね、おそらく添付されるであろう。 こういったですね、パンフレットに料金表とかも書かれてますから、これを見て自分の車がちゃんと当てはまってるか。このケースですと、1リットルから1.5リットル以下なんで34,500円だな、といった確認をちゃんといたしましょう。特にね、軽減措置があったりなくなったりっていうのもありますので、毎年同じ金額だとは限りませんから、その点ご注意ください。 で、実は納税通知書で一番気にしなきゃいけないのが、この納税通知書が届かないという事態です。本来ならば5月中旬までに届く方が大多数だと思うんですが、届かないケースもあるんです。それはどういうことかというと、この納税通知書は、車検証の住所に届きます。住民票の住所とかじゃありません。だから、運輸支局で住所変更をしていないと届かないんですね。中にはいらっしゃるわけですよ。 引っ越したから、市役所には行きました。そして、免許の書き換えのために、警察署には行きました。ただ、陸運局には、まあ、また今度でいいかな、みたいなことをしていると、届かないと。届かなきゃどうなのかというと、いつの間にか滞納になって、いつの間にか延滞金もついて、という事態になってしまいます。滞納やばいねって話は、前のチャプターでしましたよね。だから、まず届いたっていうのを確認するのが大前提です。で、さらにですね、あれ自分の車、友人に譲ったり、 廃車になったはずなのに、なんで届くんだろうって方もいると思います。その場合も、ちゃんと手続きがされてない可能性がありますので、すぐさま陸運支局に行きましょう。で、この話でも絡むんですが、安くする方法の2点目として、あくまでもこの種別割っていうのは、4月1日時点で持ってれば課税されるという税金です。だから、4月1日より前、要は3月31日までに手放してれば、もう1年間分払わなくていいっていうことになります。なので、3月31日までに、 友人に売りましたとか、廃車にしましたっていう方は、本来今年払う必要がありませんので、それは何らかの手続きミスということになります。で、三つ目が、納税方法を工夫するです。実はね、前回の固定資産税を安くするの動画でもお話しましたが、もともとね、各地方自治体でクレジットカード納付ができるとこできないとこみたいなのがあったんですけど、今年からですね、地方税お支払いサイトというのができてます。ここを使えばですね、QR コードを使った 請求書払いなんですけども、PayPay とか auPay とかで払うことができます。さらにね、今楽天 Pay だったら0.5%ポイントがついて、キャンペーンとかにエントリーすると1%今還元されるそうです。で、このクレジットカード払いとか請求書払いで気をつけなきゃいけないのは20払いですね。要は納税したよっていう証明が電子上にしか残らないので、一回 PayPay で払ったんだけど、 紙があるから、あれ、これコンビニで払わなきゃいけないかなみたいなね、ことをする方もいらっしゃるんで、二重三重と払わないようにだけ気をつけてください。ちなみにね、払ったとしてもね、役所に電話すれば、それは戻ってきますからね。で、四つ目が、 障害者の方のための減免制度です。こちらはですね、障害者の方本人だったり、障害者の方が自分の家族の中にいる、同じ整形で生活している場合は、障害者の方お一人につき1台減免されるよっていう制度が、こちら自治体によるんですけども、だいたいあるところが多いです。で、こちらね、東京都のケースなんですけども、障害者手帳の何級ってのはね、細かく決められています。で、東京都の場合ね、免税額が上限4万5千円っていうことで、 ほぼほぼ全額減免されるという形になってます。ただですね、この申請って納付期限までなので、この種別割で言うと5月31日までとなってますので、遅れないように気をつけてください。 そして5つ目なんですが、車を12年目で売るっていうやり方です。これはグリーン家族で10って言われるやつなんですけども、今の仕組みだとですね、新車登録から13年経過したやつは税金上げますよっていうルールなんですね。これを一般的に13年10っていうふうに呼んでるんですが、 ガソリン車の場合は、それまでの種別割より15%増加。軽自動車の場合は、約20%増加しちゃいます。なんでそんなことをしてるかというと、どんな車も13年経ったら、環境に悪いでしょうっていうのが前提なんですけども、 これまあね、しやかに言われてる噂みたいな話もあるんですけども、自動車産業って日本のまさに中心産業なので、もちろん政治に対してもめちゃめちゃ強い力を持ってるのが自動車業界なんですけども、基本的に自動車業界っていうのは、自動車に関するあらゆる税金を避けてくれ、避けてくれというふうに陳情はしてるわけですよね。しかしこの13年重化に関しては、税金を避けてくれとはあんまり言ってないっていう話があるんですね。 どういうことだかお分かりでしょうかそうですね。自動車メーカーにとっては、あんまり古い車がね、日本中走ってますと、新車が売れない、儲からない、ということも、まあ、あるから、こういう13年中かが生まれたんじゃないか、といった話が、誠しやかに言われてる。というのが、ここの部分ですね。ですので、古い中古車とか、クラシックカーとかがね、お好きな方は、 気をつけてください。そして、6番目なんですけども、先ほどのグリーンカ特クレ10価の真逆ですね。グリーンカ特クレ軽価っていうのもあります。重い課税が10価、軽い課税が軽価なんですが、要するに、電気自動車やハイブリッド車といった、いわゆる環境に良い,いものに関しては、75%から25%を減税しますよ。 というのが、このグリーン化特例経過でございます。だからもう世の中のシフトとして、エコカーはもう税金どんどん安くしますよという流れなんですね。で、さらに言うと、こちら、種別割に限らない話なんですが、今、全国の地方自治体で、このエコカー関係に関しては、補助制度、融資制度、税制の特例措置があります。例えばですね、こういったウェブサイトがあるんですけども、下に概要欄にリンク貼っておきますね。 各都道府県、市区町村でどういった補助制度があるのかっていうのが出ています。まあ、大体ですね、エコカー購入するときに50万円安くしますよとか100万円安くしますよみたいな感じなんですが、こちらは車を売っているディーラーさんがやっぱり一番詳しいですので、もともとエコカー欲しかったって方はですね、こういった補助制度もバッチリ使ってやった方がいいと思います。といった 昨今、税制的にはエコカーの流れが急速に来てるんですが、これ実はですね、今後の自動車税の大改正にもつながっていく話になります。<music> というわけで、自動車税の話をしてきましたが、次は2026年に大改正の予定がされてます。 本来であれば今年から大改正が行われるはずだったんですがコロナの問題とか半導体不足の問題とかがあった関係で実は3年延びたんですね。で、どう変わるかと言いますとまずこの取得保有利用に関しての部分の税金は大幅な見直しが行われる予定です。つまりよりエコカー、電気自動車の方が優遇されるという税制に変わりそうです。 だからこれまでハイブリッドカーで安くなってるなと思ってても、ハイブリッドカーでも減税がされないっていう事態が起きてくると思われます。で、さらに一番変わってくるのがガソリン税ですね。当然ですね、日本にどんどんエコカーが増えてきますとガソリン減りますよね。つまりガソリン税の税収が下がってくる。これを国としてはカバーしたい。どうやってカバーするかというと、エコカーにもガソリン税みたいな税金をかけようと。どうやってかけるのか。そこで今言われてるのが 走行距離課税と呼われるものです。 ま、エコカはですね、ネットとかにも繋げられるわけですから、どれぐらい走ったかってわかるわけですよね。これまでは、道路をいっぱい使った車に税金かけて、道路の補修とかの費用に当てよう。じゃ、どれぐらい走ったかっていうのは、ガソリンの量でわかるよね。という理屈でガソリン税だったんですが、今後はですね、実際その車に搭載されている走行距離をチェックして走った距離の分だけ税金かけますよと。なので、この走行距離課税が入ると、またですね、 いろいろと税金がややこしくなりそうなんですが、今後もこのチャンネルではですね、税制改正について自動車税に限らずいろいろと追っていっておりますので、よかったらチャンネル登録をしていただいて、今後もチェックしていただけますと大変嬉しいです。そして、今日の動画がちょっとでも役に立つそうでしたら、高評価をしていただけますと大変嬉しいです。 で、私が経営している芸能文化税理士法人という会計事務所があるんですけど、今、中途採用を募集しておりますので、もし今、転職を考えていらっしゃる方がいらっしゃいましたら、求人サイトの方もちょっと見てみてください。というわけで、今後ともご引きに。バイバーイ。